はい、それじゃあ続きやっていきます。そしたらですね、ちょっとあまりにも出まへんので 思い切ってね、一番下9階ですかね、エレベーターで9階まで行ってちょっと力試ししてみたいと思います。まあ、下手すれば一発で死にますんで、チャンス。うわ、怖っ。使いますか。レベル3の忍者に怖がってるんだもんな。大丈夫かな。でも行かないと、もう、全く出ないんで。うわ、怖っ。よっしゃ。来ましたね。ちょっと食らってんな、やっぱり。ね。大丈夫と見た。やっぱり最後か。はいはい、出ませんね。F ですね。一番下です。さて、こっちかな。うわ、怖っ。やばい。まあ、メイジでよかった。これポイゾンジャイアントだったらもうおしまいですからね。一応念のためにやっときます。うわ、戻ると危なかった。マダルト食らったら死ぬ。あ、立てないし。もう怖くてね、うろうろなんかできないわ。ファイヤージャイアントか。うわー、レッサーデーモンまでいる。ビル8忍者も厄介。ああ、どうしたらいいかな。わかんないな、こう。効かないよね。ファイヤージャイアントは何が効くんだ。マガニト。ラカニト。これはダメージかな。空気のやつか。あ、平気のやつだ。やばい。よし、倒した。忍者は。よし。サーデーも集中攻撃。柿のぐらい効きますかね。効かなそう。あ、効いた。よかった。これでいけますかね。よし。うわ、警報。これを外しにくそう。あ、剣と小手出ました、ついに。よっしゃ。やった。どうしよう。やっぱりここ出るな。もう一回行きますか。行くで。ハイウィザードレベル8ビショップ交互。あ、逃げますか。ちょっと怖すぎるな、やっぱり。剣が気になりますね。もう1本ぐらい出したい。8いける。パディがちょっと怖いけど大丈夫かな。あ、危ない。パディオスでよかった。パディ持ってないのかな。ハイプリストか、さっき持ってたの。鎧出た。あ、鎧か、また鎧か。どうしよう。やっぱりちょっとある程度強い相手いかないと出してくんないのかな。マカニと打つような感じでいきたいな。いけ。レベル8忍者3人やりますか。あえて。どうしよう。ダメージ与えた方がいいのかな。マダルト、ダルト。うわ、どっちだ。ハリトに行ってみよう。1人。よし、いける。危ない、危ない、食らった。うわ、これはやばい。1でも外す。杖、鎧。あー、3つ目は。ゴミか。いやー、怖っ。
ちょっと出ましたね。戻りますか。いや、逃げます。戦っていくしかないか。あー、もうない。よいしょ。うわ、毒。まあ毒なら。少なくとも剣よりはいいですよね。はい、戻ってきました。またちょっと休みます。もうちょいですかね。うん、もうちょいですね。そしたら鑑定をしたいと思います。先生、あ、間違えた。またやっちゃった。渡すと、鎧と盾と杖と、じゃあ行きます。回復、豪華な鎧、極上の鎧。おお、革の鎧、鉄の盾、鉄の杖、まあまあですが、極上鎧は非常にいいですね。とりあえず戦士に渡しておきます。銅のコテはもう買っちゃったからな。ちょっと厳しいっすね。ここは彼から。はい、鑑定します。一番楽しいですよ。そっか、そんなのもありましたね。すげえがっかり。そう甘くはないか。まあでもとりあえず剣が出るということは分かりましたね。なんとかなるでしょう。いやー厳しい。全部いっちゃいます。厳しいわー。ちょっと待ってください。誰かな。そうですね、極上の鎧は装備しておきたいと思います。剣だもんな。あ、マイナス3までいきましたね。いやー優秀だな鎧。あ、防具結構いいんですけどね。困ったわー。あ、でも8はちょっと怖すぎますね。マダルと食らったらおしまいだからな。やっぱり40は欲しいですよね。光栄のヒットポイント。ちょっと厳しいわ。外してる割には出ないな。はい、9回です。緊張する。レベル10メイチ、やるしかない。本気の2、厳しいな。まだあると。どうだ。いや怖いよ、めちゃくちゃ怖いよ。あー来た。死んだなこれ。おお、危ねえ。危ねえ、生き延びた。レベル10怖すぎる。あー、剣指輪、おー、いいですね。いやー、残り5と6でした。よく生き残ってくれたな。ただ出ますね、宝物断然。落ちかけるだけはあるな。
しいな。27っすからね。いや結構全体的に減ってんな。やばいな。戻るか。ちょっときついっすね。戻りますか。マリーもなくなっちゃうし。ちなみにそうか、戻り方もそうっすね。落ちてから戻った方が早いんだな。これはよし。はい。ああきつかった。はい、そしたら体勢立て直しましたんで、もう一度アタックかけたいと思います。よいしょ、4回。そしておーガード、めんどくさいですね。カキの結構強いな。やってくれ。よっしゃ。そうだ、危ない。はい、到着。いきます。ナイトストーカー戦って逃げます。もうしょうがないな、戦って逃げる。まずい。オーガ、オーガ、トロール、トロール、オーガ。うわー、すげえ食らってる。どうしたらいい？なんとなくマジ。マカニとは効かないのかな？どうしたらいいんだろう。全然覚えてないな。トロール死んだ。いけんじゃないかな。いける。警報。いや外して。いやめっちゃ厳しい。しんどいな。ちょこっと回復しときます。いきます。フリースとバリオスぐらいしかなかったな。 OK。 あ、危ない。バリアルまで来た。これは外す。ギャー。おっと、どうしよう。ウマピック使いますか。そんなに遠くではないような。近いとこですかね。西を向いてるってことは、曲がり角を行って扉があって、ここが今いた部屋ですね。あ、違う違うか、勘違いしたか。どこだ。ここじゃない。おや、逆かな。これを開けるとさっきの部屋。これ戦おうかな。なんだろう、結構強そうだからな。うわ強っ強っ。すげえ食らってる。
全然死んじゃないし、厳しいな。1個下げます。うわ強い。なんと死んだ。これは毒針だ。いける。厳しいっす。戻りますか。これさっきの部屋なんでここから落ちるはずです。OK、はい、たどり着きました。ちょっとまず先に回復します。はい、それじゃあ先生を連れてきたので鑑定をしたいと思います。まずは先生に渡します。剣2本、指は期待できそうですね。酔いたっけ。お次の指輪、ひどい、ひどすぎる。エルフの草木かたび、あ、これはいい、これはいいっすよ。これはじゃああれですね、盗賊用に取ってきます。あとは宝石の指輪を一応誰かに渡した方がいいかね。先生に渡しておきます。あとは売ります。ばっかりや、良い探検はないわ。まあしょうがないか。はい、戻します。したら盗賊には良い探検で、彼がエルフの鎖片びらを装備したいと思います。まあ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 強いかな。そしたら鑑定も終わりましたんで、引き続き向かいたいと思います。もうちょっと強くなってくれればな。いやー、かなりビクビクしながらやってますからね。はい、まずはここを突破。チャンス、マスドラゴン使えるかな。使っちゃいますか。まだ使えるかな。確認します。あ、あるね。よっしゃ、担当ね。はいはい、来ます。ロール、これは戦いやすい。あ、強い。これは嘘くさい。カブと鎧、おお、ちょっと出始めましたね。さすが球界。戻ってきていきます。あ、まずい。やばい、ブリスがやばい。ブレスないんですかね。戦いたいな。やってみますか。プリーストに集中攻撃して、でマディで回復して、ちょっと無謀かな。でワイバーン、ちょっと待ってください、失敗したな。プリーストに攻撃して、ワイバーンに攻撃して、マディで回復はかけといて、もうマダルトかますね。これどうだろう。どうだ。よし。うわー、モンキーの来ちゃった。危ない、危ない。マディ。おお。いった。よっしゃ。一応、コアラ、ツモフィスぐらいにしといて。これでどうだ。結構前線強くなってきましたね。ああ、これは厄介。でも外さなきゃ。うわ、外した。鎧。もう一回いけっかな。
ます。チャンス。トロール。ビッグチャンス。いや、ここは。3回。結構よく当てるようになってきたな。助かる。おお、いけいけ。よっしゃ。先の剣レベルに出してくれ。いや、これもやるしかない。超怖い爆弾杖。めっちゃ命がけなのに。これやばい。これは逃げます。そう、キメラやばいな。戦う4匹。マリホあんまり効いてなかったかな。ダルト、もう勝負じゃん。よし、いける。もうなかったかな。間違えた。スモヒスと、これでどうしよう。カティノ効かないかな。よっしゃ、鎧連発ですな。ちょっと待ってください。まだ持てますかね。持てるけど、もう一回行くか。武器が出ないんだよ。ショックから助かった。これはそんなに強くないぞ。リアルか。いけるいける。よし、中途半端やな。一回戻りますか。とっとと上がって、よっしゃ。じゃあちょっと回復していきます。はい、体勢立て直しましたんで、鑑定したいと思います。間違えちゃった。はい、じゃあ先生に渡します。鎧ばっかり出てますね。どうせ大したことないんだな。はいと、じゃあ識別します。鎧エルフ、どう切り裂き強い。ちょっと強い担当出たのかな。まあまあかな。エルフはそしたら、ちょっと待ってくださいね。戦士に渡しておきましょうか。買わないっすかね。あれ、まだあったな。カプトなんか持つと。ちょっと装備してみます。剣に、あ、マスラオだと、マスラオの方が強いっすかね、やっぱり。あ、ほんとだ。ダメだ。マスラオでいいですね。先の担当ちょっと強そうですね。盗賊にでも持たしますか。あ、でも普通の剣より強いんですかね。ちょっと試しに持たしてみますか。そうだな、じゃあ戦士に持たしてみます。切り裂きの担当、攻撃力は分かんないですよね。まあ、ちょっとなんとなく見てみましょう。だいたい3回当てて30ダメージぐらいだったんで。よっしゃ。そしたら、引き続き行きたいと思います。
はい、9回到着です。エサレモンめちゃくちゃやばいチャンス、いきますよ。これはしょ、いける。またテレポーターか。でもそんなに怖くはない。鎧鎧武器をくれカモン。マスター忍者すごい手ごわそう。あ、ちょっと待って、どうだ。よっしゃ、危ない。杖鎧、ハリときた、やばい。甘く見たか。非常に厄介。あ、危なかった。キュー食らったら死んどるわ。いやマジか。剣。いや怖いんで帰ります。うわ。最強に怖いです。嘘でしょ。戦って立ち去りますか。いや、こっちから行く。嘘だろ。まずい。ああ、よかった。すげえ敵出るし。帰ろう帰ろう。一回ちょっと回復します。はい、そしたら、体勢立て直しまして、先生を呼んできたので、先生に鑑定してもらいたいと思います。まずは先生に集めますね。腐ってる。はい、災い。鎧。光る。切り裂きの剣。あ、やっと出ましたね。やっと出たよ。やった。豪華な革鎧もちょっといいかもしれませんね。とりあえず彼に渡しておいて。切り裂きの剣はじゃあ、2番目の選手に渡したいと思います。ですね、一番最初言ったこの切り裂きの担当は剣よりは強いんで、しばらく行きたいと思います。じゃあ彼も切り裂きの剣を装備したいと思います。いや、ちょっと強くなりましたね。よかった、嬉しい、めっちゃ嬉しい。じゃあちょっと最後に止まりたいと思います。上がるかな、まあちょい上がるかな、無理だな。盗賊は上がるかもしれないですね。あとちょいでしたいや残念。はい、したらね、また引き続き迷宮に行きたいと思います。いや、よかった。ちょっと強くなってよかった。